人類が増えすぎた人口を宇宙に移民するようになってすでに半世紀。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。開戦当初の1ヶ月で総人口の半数が死に、人々は自らの行為に恐怖した。戦争が膠着状態に入って8ヶ月余りが過ぎて、一機のモビルスーツと一人の少年が運命的な出会いを果たした。君は生き延びることができるか。サイドセブンに敵部隊が侵入した。敵モビルスーツを撃退するんだ。セイラさん、気をつけて。ハッチ開け、モビルスーツ発進。セイラさん、気をつけて。敵はどこ？成功だ。よくやったな。帰還しろ。これより帰還します。